ピンポンパンポーン。え、母ちゃん今なんて言った？だから嫌よ、ふざけんなって。いやいや、夏休みの宿題進めなさいって言ってくるんだから、ちょっとぐらい協力してくれてもいいじゃん。いやね、ちょっと勉強教えるとかだったら、喜んで協力させていただくけども、今あんたが言ったお願いは死んでも聞かねえから。一体何をお願いしたんだ？おい母ちゃん、だから自由研究に協力してよ。ああもう鬱陶しい、トイレの最中に話しかけんなや。あ、大きい方だったらごめんくさい。ごめん、ちょっとこれどういうことか全くわからないんだが。視聴者様が実際に行った自由研究、一日の家族のおしっこ量の計測。うそーん。あ、もう今日は無理か。でも母ちゃん、明日こそ24時間ちゃんとおしっこの量測らせてもらうからね。だから協力しねえわー。うん、これで最初のくだりとか全部が納得。いや、一日の家族のおしっこ量調査って、これ見てるほぼ全員がこう思っているでしょう。そんな自由研究だよ。はい、ということで昨日、母ちゃん観察日記、自由研究茶番をアップ。そのコメント欄で、皆様が今までにやったことのある面白い自由研究は？と聞いたところ、もうすごい自由研究がたくさん。なので本日は視聴者様、面白自由研究茶番、お楽しみください。田中、本当にいいんだな。ああ、もう覚悟は決めた。終わった後文句とか言うなよ。言わないよ。自分でお願いしているのに。じゃあ行くぞ。おし、できたぞ綺麗な丸坊主。サンキュー、これで自由研究の準備は完了だ。視聴者様が実際に行った自由研究。夏休み前に丸坊主にし、休み中にどれぐらい伸びるか観察。はい、これたかが自由研究のためにすげえ、と思っていたのですが、まさかの同じようなコメントが3件ほど、自由研究のために髪を犠牲に。主はとてもじゃないが、学生時代は絶対できなかっただろうな。ねえねえねえ、うんちちゃん。なになになによ、主ちゃん。何か会話してんだよ、そして声かわいいな、うんちちゃん。思ったんだけどさ、うんちちゃんとはいつもここ、トイレでお別れじゃん。そうだね、僕はここでさようならだね。それでさ、ふと思ったの、流された後うんちちゃんってどこに行ってるの？そりゃもちろん、天国ですよ。おいこらさらっと嘘つくな、うんち。さすがの主でもそれは騙されんぞ。ははは、ごめんごめん。でもそうやって不思議に思う気持ち、知りたいという気持ちは大切だよ、主くん。でしょでしょ、主褒められて伸びるタイプ、もっと褒めてー。うんちに褒められて伸びるな。じゃあちょうど夏休みだし、流された僕らはどこに行ってどうなるのか、それを自由研究のテーマにしたら？おう、それいいな。視聴者様が実際に行った自由研究、うんちの行方。ちょっとかっこよく言うなし。はい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 、偉いぞ鎌太郎。ちゃんとここにおしっこできました。なんだこの悪夢みたいな映像。おいそこのアホ、何をしている？何って、見ればわかるでしょう。自由研究ですよ。家族の一日のおしっこ量調査の。ペット待て。いやいや、ペットって、ワンちゃんだって立派な家族でしょうが。何しれてんだ妖精よ。ああ、あとは母ちゃんさえ協力してくれれば、自由研究終わるのにな。ちょっといいかな？今なんて言った？だから、あとは母ちゃんさえって。ってことは父ちゃんは？あ、協力してくれたよ。マジかー。マジだー。ほら。ということで以上、第1回視聴者様自由研究茶番でした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。